おはようございます。炎蔵です。11月28日、朝会よろしくお願いします。ということで、えー、まずは自己紹介から。私、炎蔵と申します。シティバンクスタンダードチャータード銀行などで25年ぐらい、カウスディーラーやってました。まあ、その後、銀行辞めて個人投資家やってます。その合間に、こんな感じで情報を配信してますので、もしこの動画が良ければ、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、まずは昨日のコスタリカ戦も残念すりぎますよね。 うん、まあ、これでちょっと難しいかなという感じですかね。まあ、それはさておき。えっ、ー、と、感謝祭明けの中で、債券市場、あの株式市場、割とこう、反論みたいな感じで、えー、薄さぎない、えー。ちょっと動意はなかったですね。で、今週に関しては、30日にパウエルさんの発言。で、1日に、IS、製造業 ISM。 でえー、2日に米雇用統計ということで、まあ、ここら辺が注目材料になるところかなという感じがしますね。はい き、えー、昨日金曜日の動きを見ていくと、中国は預金準備率を11.25から11%に低下させました。まあ、預金準備率の引き下げ、まあこれはどこの国もそうなんですが、これをやると、まあ、市場の銀行の貸し出し余力は増えるというところです。ああと中国ですね、あのー そうですねあの人民銀行が中国の不動産関係の社債を買うための融資を行うみたいな感じでやっぱり不動産市場をこうサポートするための施策をこうやり始めたということで若干金曜日は後半、反戦指数も上昇したんですが、まあ、ち,ょちょっと中国の行方いろいろ心配ですよね。各地でやっぱり ゼロコロナに対する反発とか、えー、起こってますし、まあ、そういうこともあるしあとは、まあ、これは別の話なんですけどオンファイの iPhone の生産が滞ってて、まあ、30%ぐらい iPhone の生産が滞ったことによって、うんえー、金曜日アップル株下落するみたいなちょっと中国がいろいろ問題が出てきてるようで。 まあそこら辺が市場の鼻においにならないといいなというふうには思ってるんですけどね。えっと、あと 10, 10月のプライマリーディーラー調査、まあ、プライマリーディーラーというのはアメリカの国債ですねあの、まあ、米国債をこう専門的に扱う業者なんですけど ここの調査によりますとこれ10月の調査なんですけど3月にピークにを迎える FF レートっていうのは4.875%バランスシートの縮小は2024年3月第3四半期で終わるっていうような調査結果が出てますこれちょっと最近ね5から5.25%がターミナルレートになるんじゃないかっていうところが 出てきてきますので、まあそことはちょっと違うこれだと4.75から5ですよねただ10月時点の調査なんでそこからさらに11月に入って、えー、割とその時点ではフェドウォッチも4.75から5になってたんでそこからちょっと変わってきてる感じは、えー、今の状況では、えー、若干、えー 5 5.25%かから 5. じゃないかっていう,ふうに言われてますよねあと注目は、えー、サンクスギビング24日から、えー、ブラックフライデーブラックサイバーマンデーみたいなことを言われるアメリカの小売りの一番、あのー、ここで年間のここからクリスマス商戦に向けて 年間の売上の50%だから60%ぐらいは占めるっていうので非常にアメリカの小売りに関しては重要な期間ですよね。でこれね売上によるとオンラインの小売売上高は前年比3%増ということで52.9億ドルになってるんですけど。 えっと実際の人たちが出るのは、なんか雨が降ったかなんかで、出足はちょっと、実店舗の出足はあ少しちょっと悪かったんじゃ、人影まば,まばらじゃないかということを言われてるんで、えーまあ、ここの結果、どうなるかということですね。で、昨日は、えー、昨日じゃなくて金曜日ですね、なんか、あのー、欧州の金利が上昇したんですね、まあ、これちょっと原因不明ということなんですが、2、え、年、ー。 えー、2年歳利回り、これはドイツですね、2.12から2.2、10年歳もおこんな感じで1.86から1.97ぐらいまで上昇というところだったんですが、米国債の方は一旦それに引きずられて、えー、2年歳利回り4.52までいったんですが、悲見にかけては低下、10年歳の方も似たような、一時3.75から落ちてるということで、まあ、全般的に先週はあのー、こんな感じで。 あのアメリカの長期金利、低下してましたので、まあ、その中で若干、えー、上昇したという動きもありましたというところですね、あまりこれも薄っないなんで、あまり参考にならないかもしれないですね。 で一方でダウは0.45%上昇 SP がマイナス0.03ナスは0.52下落ということでさっき言ったようにアップルの生産がちょっと滞ってるっていうようなことが嫌気された部分っていうのはあるかもしれません。即数,指数が1.26% ビックスは20.5%、これ、若干上昇したのかなという感じなんですけど、まあ、いずれにしても、ちょっと,、えー、と金曜日の株式市場、債券市場もそうなんですけど、非常に薄飽きないだったのかなという感じですね。まあ、そうですね、この氷の動きっていうのを見ていかなきゃいけないかなという感じですかね。うん、はい えっとそんな感じになってます。まあ、アップルは2%安だったというところですね。で、えー、詳しく見ていきましょうか。えー、っと、こんな感じで、えー、っと、なってます。まあ、それぞれ、まちまちの動きという中で、えー、アップルが2%ぐらい下落ということで、えー、っと、原油価格が、 落ちてるんですね。あの、金曜日も落ちました WTI。まあ、それでちょっと、えー、エネルギーセクターは弱いという感じで、この原油価格の下落は、まあ、日本にとってもいいことですよね。うん、えー、っと、まあ、あのー、76.28ドル WTI ですが、まあ、これが1.66ドルぐらい、えー、下落したということで、まあ、原油下がるってことは、インフレにとってもいいかなという感じがします。 フィア r and Greed i n d e これは前日の65から64。若干低下しましたよね。で、ビックスは若干上昇してるんですが、まあ、小幅に。でも20%近くまで。これ日米ともにそうなんですけど、薄飽きないの中でボラ低下してるんですけど、まあ、かといって、ここはあんまりボラが低下した後は、やっぱり低下すると、 また下落が来て、ボラは上がるっていう、マーケット自体がやっぱりそういう動きなんで、これは一般的に言うとね、まあ、これはちょっとあんまり、あのー、少しそんなに楽観的になっていいのかなというのはあのー、ボラの動き見ると、あのー、気になるところではありますで。日経新聞の記事なんですが、まあ、あんまり。 そうですね、これ、北京で異例の大規模抗議デモとか、やっぱりちょっと中国の動きがね、気になりますよね。で、これでね、ちょっと残念でしたね、ここで勝ち点3上げてれば、少なくとも勝ち点1上げてれば、えー、と4になって、あるいは6になってたんですけど、これで勝ち点3のまま、で、ドイツが勝ち点1ですかね、で、コスタリカも勝ち点1して、 スペインが勝ち点4で一応日本2位なんですけど勝ち点3で、えー、次次回スペイン戦なんでねちょっとなという残念な結果でしたまあちょっとこれは言いうまいという感じですかねであのブルンバーグの、えー、今朝の5本なんですがやっぱり中国でロックダウン抗議の波が広がるというところですよね、うん まあここら辺がかなりあのちょっといつまでゼロコロナ続けるのかなという感じですね。あとは年末挑戦の話ということでオンラインは過去最高になってるんですけどねあの0店舗がどうかなというところですね。あとは、えー、まあそんなところですかね。えっとやっぱり今週はあの。 1>, 1日に ISM、先ほど申し上げたように2日に雇用統計とがありあと30日にパウエル FRB 議, FR 議長のコメントがありますよねで。ここら辺ちょっと注目ですよね。これまでちょっと、まあ、強気とハトハトがこう分かれてきて若干、えっとハトになりつつあるのかなみたいな感じもするんですけど、まあ、パウエル議長がどういう話をするのかあと来週になるともう えっと、そうですねあの、ブラックアウト期間入りますので、ちょっと最後の重要発言かなという気がするんで、まあ、今週はここら辺が注目材料になってくるのかなという感じがします。で、えー、為替見ていくと、ドルインデックス、まあ、先週に関しては、 あのじわり低下ししてきましたよねあのでしベースで見るとこんな感じなんでやっぱりここを抜けると反発だったんですけどまだ105から107ぐらいの間なんでむしろ105割れるともう一段ドル安になってくるまあそこら辺ちょっとパウエル待ちかなという感じがします105って結構こういう感じで重要なところですよねあの上昇前のレジスタンス で上昇後はサポート、105は上抜けした後はサポートになってますので、やっぱりこの105、ドルインデックスの105界隈いっていうのは、ドルがここでサポートして、若干戻すのか、下抜けしてしまうのか、長期的に重要な今、レベルに差し掛かってる、まあ、それを占う上で、今週のパウルさんの発言、雇用統計、ISM で結果が出るのか、はたまた、 14日の OFMC 待ちになるのかっていうまあ結構際,際どいところに来てるかなというふうに思ってますまあドル円もそうですよねそうなってくると、えー、この137円割れ、まあ、138円割れのところから、えー、戻り高値142円50のところがなかなか抜けなくて今このレンジ内にあるんですけどまさにあのドルインデックスと同じような形をしてますよね。でここ抜けちゃうと まあ僕135で止まらなくて132、3円ぐらいまでいっちゃうんじゃないかなと思ってます。一方で2円50を抜けると次の高値145円近辺がどうなるのかと、まあ、ドル円も際どいレベルに来てますので、えー、とそこをどう捉えるのか。まあ、今日に関して言うと若干ドル上昇してますよね。えー、ピボットが139の05で、えー、これ、えー、に。 日あのデイリーですね9円の70がレジスタンスの1、まあ、昨日金曜日の高値が9円の60ぐらいだったんでここら辺を抜けられるかどうかというところですね、まあ、あと月末ということもあるしまあそこら辺を見ながらという動きになってくるかと思いますということでえっとまあ、ちょっとサッカー残念すぎましたがうんまあ頑張って1週間 頑張りましょうということで、もしこの動画良ければいいねボタン、チャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今週も頑張りましょう。